かけるわよ。ネプチューヌ、何かいるわ。本当だ、あれがアッチってやつかな。思っていたより可愛らしい見た目ね。見た目で油断させる手かもしれない。気をつけて。もう撃っちゃダメかしら。撃っちゃえ撃っちゃえ。ちょっと待ちなさいってば。お前らネプチューヌたちだろ。すごい、私の活躍って世界を超えて響き渡っているんだね。おうおう、響き渡ってるぜ。不真面目でめんどくさがりだってな。面倒なことは理由をつけてすぐサボるんだろ。あと喋りが止まらなくてうるさいんだよな。なんなのその間違った情報。合ってるじゃない。おおむね合ってますわね。ちょっとみんなまで。そっちの黒髪はぼっちのノワールだな。はあ、誰がぼっちよ。お前ゆうべは眠れなかったんだってな。今日みんなに会うのが楽しみすぎて。違うわよ。そっちのブランは小説を書いているようだが、同人イベントに出ても。なんで知ってる。じゃなくてぶっ殺すため。あらあら。今私の胸をと、まあこのように評判は轟いているってわけだ。悪いつうわけでお呼びじゃねえんだよ。ムカつくー。もう許さないんだから。ええ、感じ悪いにもほど。ギッタギタにしてやるぜ。私も久しぶりに怒り浸透ですわ。行くよみんな。チュートリアルセンターだ。なんだろう。急におとなしくなっていっちゃった。浄化されたってことなのかしら。それにしても本当だよ、私のことを妬んだ誰かが。そうね、まったく悪質な。次は余計なことを喋る前にぶっ潰す。また皆さんご無事で何よりです。フェア、ちょっと今のアンチってやつは何なの。アンチって私の世界にもいるあのアンチよね。この世界では特別。私たちに倒されたアンチが急におとなしくなったのは。それこそがあなた方の力によるものでもあります。倒せばアンチではなくなる。単純、大いに結構じゃねえか。片っ端からぶっ倒し。ブラン、
あなた相当根に持ってるわね。よし、じゃあアンチをも、ミー様、ユー様との合流場所はすぐそこです。皆さん、あの子たちは大丈夫かしらね。敵がいるわ。
び上がれ。そこよ。休憩は大事よ。